った。画材を考えて選ぶことが昔より少なくなってきたような気がします。私は原点に立ち返って、どのようにしてこのような画材が作られてきたのかということを、このビデオを通じ皆様と一緒に考えていきたいと思います。この技法書は私がこの道に入るきっかけにもなった1968年に発行された本格的な異彩画についての技法書の、異彩画の技術グザビエド・ラングレーの訳は黒井光彦氏のものです。特に異彩画の技法の歴史については詳しく書いてあります。これは現在発売中の改訂版の異彩画の技術です。この本はマックス・デルラの絵画材料とその絵における使用法、ドイツ語版ですが、これがマックス・デルナです。このマックス・デルナと先ほどのグザビエト・ラングレーの異彩画の技術の違いを次に紹介していきますが、これは異彩絵の具の種類でおよそ4種類からなっております。これはテンペラについての種類ですが、その後これは混合技法の説明で、下の地塗りからインプリメトール、釉色地塗り、そしてテンペラ、異彩絵の具の塗りと、その説明、これは米語版のマックス・デルナの技法書で比較的読みやすいものです。これは日本語版の題名が絵画技術体系という名で、佐藤一郎氏役で美術出版社から現在出ております。この絵画材料辞典は読むまでの技法書を読むにあたって調べるには便利な辞書だと思います。これは筆の変貌、これは目の棒についてですね。このように多くの最後の方にこの本の中にはイラストが載っております。インセリやマーラーや、パレットの種類ですね。そしてその後、これは羽ペンの作り方とか、右下に見えますのが異彩絵の具を包んだ章、そしてシリンダー式のチューブで、現在のチューブとこれ変わってきております。その他いろいろなイラストがこの本の中には載っておりますので、ゆっくりと見ていただいていいと思います。これはドイツの技法書で絵画の技術と制作材料と申しまして、先に紹介しました絵画材料辞典のようなものなんですが、例えば二価和水という欄を引きますと、どのような二価和水を使うことによってパーセンテージが変わってきますので、そういう表示がしてあります。これは顔料説明で、これはフレスコの科学的に、乾いていく様子を表示してあります。これもフレスコの技法です。これはモザイク画について、これはパステルについての説明です。パステルはパステル単体だけではなく、水彩とか画紙とかを併用する作家もいます。このページは水彩、そしてテンペラ、これはグリザイユといいまして、テンペラで白黒を描いた上に異彩絵の具で、グレージングしております。これはテンペラに使うエマルジョンの説明ですね。でだんだん現代アートに入りまして、例えばポロックとか、あとモデリングの使い方とか、そういうのを簡単に表示してあります。これは反転フィルム、左が、右の方は絵の具をです、テンペラ絵の具を X 線写真を撮ったものですね。これによって金属片のものは白くこのように見えておりまして、
修復とか使う場合、この作業は大変重要になってくると思います。これはヒケルの三原色、スペクトルで、光の三原色が真ん中に集まりますとこの白ができるわけですが、我々が使う白はグレーっぽいとか黄色っぽいあるのですが、この白は光の三原色の白と同じ絵の具で画紙ですが、これらは光のスペクトルと色の見本カラーチャートを集めたものです。この後油彩絵の具に関して事細かに表示してあります。まあ修復の関してのことも多いんですが、例えば絵の具のチューブの吉原氏の見分け方とか、絵の具のですね、それとか、あとこれはフレスコタイル画の修復に関することとか、まあ直接今私たちは関係ないですけども、まあこの本は、廃盤になっておりまして、新しい新版は出ておるんですが、このような写真による説明がその本には載ってませんので、この機会を借りて、紹介しております。ヨーロッパにはこのように、モザイクの修復することが多いのですが、それは床とかと壁とか、そのように現在でも相当残っておりますので、修復されているのを見られることがあります。これはフレスコで写し替えのところ、これは規定材の作り方と運び方、そしてこれは右側が銀筆、これは羽弁の作り方で、あと足とか日本の書道の筆を紹介してあります。これは絵の具の使い方、例えばパステルとか、右はピカソ、これはですね、筆の作り方とか紹介とか、あと筆の保存方法の説明ですね。これはテンペラの書き方の工程を書いてありまして、これから少し修復について関してのことが説明してあります。ただこれはこの本の特徴は、文中に例えばこの最後に出てくるこの写真等を品番が書いてありまして、それで調べるということになっておるんですが、これはアンコスティック、老画の説明、これはずっと修復絵を置いたものを充填するローとか松ヤニを混ぜたもので、このようにコテで修復していくものなんですが、これは反りを防ぐクレードルのことに関して、これホットプレートと言いまして修復台のことですね。その後これはギルディング、箔針ですね、それのことに関して、これはギルディングの技法のことです。なのと本当に多くのことがこの本には書いてありまして、例えばカビのこととか、ブラックライトによって、その絵を見方とか、あとこのように修復の方法ですね。これは先ほど載っておりましたアンコスティック、ミチル老画ですね、それの修復、これはバスフといって、ドイツにある大きな化学会社の作っている顔料の見本帳、あとロットリングのインクの見本帳とか、市民記者のホラダムの見本帳、アクリル、そしてこれは市民記者のモッシーニといって樹脂油彩絵の具の見本帳で、そして最後に紙の水彩紙の見本が4枚ほど入って終わっております。これは先ほど申し上げられなかったんですが、マックス・ゼルナーの技法書はこのように
行書の中に容積表示があるんですが、油彩画の技術グザベトラングレーの書ではこのようにグラム表示が、このように行書によって違いがあることを知っていただけると思います。初めて、行書を読まれるにはこのような絵画学入門、この本は修復のことに関してや昔の技法に関して比較的詳しく分かりやすく書いてありますので、初めて読まれる方はいいと思います。これはギルディング等の金箔の貼り方、その加工方法のことや、テンペラに関して、これ左に見えますのが顔料の原石ですが、このように比較的分かりやすく分かりやすい本ですので、一度読んでみられてはいかがでしょうか。とって私は本屋の回し物じゃないんですが、まあビデオで紹介するよりかゆっくり本を読まれるのもいいと思います。これは絵画のひび割れ等のことに関して書いてあります。これはクレードルといいまして、機能反りを防ぐためのものなんですが、その後まあどちらかといいますと、この本は修復家が監修されたものですから、修復に関しては詳しいと思います。これは現在総計美術学校が出している修復研究所報告で、現在1号から6号まで出しております。内容割に詳しいものなんで、もし修復に興味があられる方は直接こちらの方へ、総計美術学校の方へこの本を請求されるといいと思います。ただし実費はかかりますが、東京都豊島区西池袋4丁目8番25東急産業ビル3階、郵便番号171修復研究所、そちらの方へ。これはマックス・デルダの息がかかったクルツベルテのテンペラ画の技法書、これもレーベンスブルガーという出版社が出しているテンペラ、これ油彩絵の具、水彩、このようにペーパーボックスのものが一般社向けに出ております。パステル、そして筆の使い方、筆に関してですね、その後地塗り、規定材の作り方、そしてこれは鉛筆、その他まあ現在これは色鉛筆、その他いろいろと毎年出ておりますんで、この本は私扱っておりますんで、もしご興味のある方はご請求してください。これも同じ出版社から出しておりまして、ガッシュという表題で、いろいろな、まあこれはテンペラの技法にも通ずるものなんで、ある意味では勉強になると思いますが、ではもしもし顔料について、話していきたいと思います。まあこれから絵の具を作るわけですが、顔料は大きく分けて天然顔料と人工顔料と霊気類、有機顔料からなるものなんですが、これは先ほど技法書で紹介しました絵画学入門の本の中に紹介してある無機質の顔料の原石です。では今から天然の無機顔料のあるイエローオーカーを焼いて作る焙煎顔料の作り方を紹介いたします。これは文福茶釜じゃないんですけども、私はこの炭火を使って今から焙煎顔料を作ります。焙煎コーヒーと違って焙煎顔料でございまして、これは我が家に残っておりますアルミ焼きに使う道具でございまして、この中に本来は砂糖を入れるのですが、今回はイエローオーカーをこのカルメ焼きに作る入れまして、そして炭火はあまりこれはお茶のお点前に使う炭なんですが、で少しずつこのように酸化させて、イエローオーカーをライトレッドにしていく方法でございます。
あとはまあ、このようにこれは約5、6分経ってこのような色になってきました。急激にガスバーナーで焼きますと色の加減がわからないので、この炭火は便利だと思います。これは上がイエローか、下がこれを焼いたライトレッド。この作ったライトレッドは少し顔料が固まって粗くなっておりますので、このように、試験管入れまして、その後水を加えまして、この後勘のいい方はよく分かると、このように切り癖をしまして、よく振りまして、その後2、3日しておきますと沈殿します。このようにして、表面の方が細かい顔料が取れて、これはテンペラという技法書の中にこのように、紹介してあります。先ほどは焼いた量が少なかったんですが、もう少し量を増やされまして、このような方法でやられますと細かい顔料を入手することができます。ですから市販の顔料でもこれをなさいますと比較的細かい顔料は入手できます。これはラピスラズリ、これは知人がインドへ行った時に入手したもので、もともと首飾りとして使ってたものなんですが、このものを取りまして、これを砕けばウルトラマリンになるというものです。これは貝殻虫といいまして、昔ミケランジェロがフレスコ画に使って、たものなんですけども、これは鮮烈なものですから顔料として使えないものですから、要するにその明板等を体質顔料タルク剤としまして染め付けて、それを顔料として使う有機冷気系の顔料の作り方なんですけども、これは実験ですので、その液が薄くて、その明板に染め付けた場合色がアリザリン冷気みたいな色が出ないのですが、これをもっと蒸発させまして、もっと濃度を濃くしてからミオバも入れればいいんです。ちょっとズボラいたしまして、中に入れるより外へ出したミオバが多いようですが、これでうまくいきましょうかね。これもちょっと出ました。やっぱりこのようにズボラしなくて、このようにやった方が結果はうまくいくと思います。そしてこの明板を外へ取り出しまして乾燥させたものがこのような顔料になるわけです。これは僕の友人が焼いた炭で備長炭なんですけども、炭も黒い顔料として昔から使われております。ただ備長はものすごく硬度が硬いものなんで顔料としては使いにくいですが、まあ一応は紹介として、その備長を焼いた備長灰、この灰も顔料になっております。これはドイツのクナップという作家が書いたものです。もちろん炭だけじゃなく灰だけじゃなく炭とかガシとか併用しておりますが、これから私が取り扱っている顔料約60色少しあるんですが、これをダイレクトに流しておきます。もうちょっと喋り疲れておきますので、ここで少し休ませていただきます。ちょっと言い忘れましたが、上が色名で下が成分、ちょっとテロップが分かりにくいですが、まあ参考にしてください。なおこの顔料は市民記者のものなので、メーカーによって多少成分が変わることがあります。
礼しました。ちょっと今お茶を飲んでおりまして、この顔料を使いまして今から水性絵の具の作り方を説明いたします。これはカドニウムオレンジですけども、このカドニウムオレンジの顔料を使って、水性絵の具を作ります。まず、顔料が必要になるわけですが、水彩絵の具を作るために下のパレット、できればこのような大理石を用意なさいまして、もしなければガラス板でもいいです。すりガラスで。そして、この顔料にですね、テロップが出ないな、アラビアゴムの溶液と、それから出ました、アラビアゴム水ですね。これ約 10%、 水 100cc に対して 10g のアラビアゴム、そして砂糖溶液、これは飽和砂糖溶液、水飴に近いようなもの、それからグリセリン、これを、それからあと表面活性として牛タン、割合はこの砂糖溶液1、グリセリン1、アラビアゴム溶液3、そして牛タンが全体の 2% ほど混ぜまして、そしてこれを顔料と混ぜ合わせまして、マーラーで練っていく。比較的水彩絵の具がつくのは簡単なわけですが、ただ重要な点は、よく練るということですね。メーカーは大理石の筒状のものを2個合わせまして、相当な時間を練っていきます。ただこれはカドニウムオレンジは比較的顔料として混ぜやすいのですが、例えばオーカー類ですね、土性顔料はこの混ぜる溶液がこれの倍以上いります。と言いますのは、土性顔料は水分というか溶剤を相当使うわけです。それは例えばコッタンとかヤシの実の活性剤、そういうのは表面積が多いものですから、どうしてもその表面積の多い顔料は水分とか水彩絵の具の水分ですね、溶剤を相当必要とします。ただこの後テンペラの説明もしますが、そのテンペラの場合でもそのエマルジョン溶剤ですね、混ぜるものは顔料によってその混ぜる溶剤が違うわけです。ですからこの水彩絵の具の場合でも、あとこの後出てくる油彩絵の具の作り方の時でも、その顔料によってそれぞれ溶剤の量は変わっていくわけです。あとこのようにマーラーで何時間か練っていく、単純な作業ですが、それでそのグリセリンとか水飴とかその砂糖ですね、それを入れるという理由はある程度その艶っぽさ、そういうものを与えるために、入れるのが主な目的だと思います。そして普通こういう空いたパンケーキの中にこうやって入れまして保存すれば、乾かしてすれば普通に使える、パンケーキができるわけです。これはメーカーが出しているパンケーキのものですが、ただ私が今作ったようなものと同じようなものはできません。と言いますのは、顔料によって単純な顔料だけじゃなくて補色関係、例えば赤の絵の具でしたらその中にグリーンとか、それは何も水彩絵の具に限ったものではないんですが、いろいろとそういうメーカーのある意味では秘密というか、企業の秘密というものがありまして、個人で同じようなものを作るということはある意味では不可能かと思います。これからパステルの作り方に入ります。
パステルのその材料はすこぶる簡単なんですが、これはあの私が作りました見本帳です。簡単なんですが、材料が簡単なほどあの作るのが難しいという、まずあの材料としてこの作るパステルのこの場合イエローか、そしてあの増量剤としてジンクホワイト、このジンクホワイトを入れることによってあのパステル調になるわけです。そしてイエローカーと豆乳 の、 あのジンクホワイトを混ぜます。テロップに出てるようにイエローカー1ジンクホワイト、別に、イエローカーの他に他の顔料でもいいわけです。ただしカドニウムとか コバルトとかその手に触って直接手に触って有毒なものはあのメーカーはあの作っておりません。ですから私たちもあのできるだけそういう手に触って有価なものは避けられ、まあ私自身も避けるようにしております。そしてこの混ざったものを半分に分けまして、そしてその分かれたものの等量分、同等の分ですねの、 あのジンクホワイトを混ぜていく。そしてよく混ぜます。でここまでだいたいいきますと、だいたいあの勘のいい人はもうお分かりになったと思いますけども、このパターンをあと 2,3 回続けるわけです。その市民系の場合は5段階に分かれておりまして、 B のB という記号がついているパステルはこの最初にイエローオーカーとチンクを混ざったものに約 20% の、 あの黒もアイボリーブラックという動物性の炭ではなくて植物性 の、 あのワインブラックを入れております。そしてこのようにあのこれはあの白を混ぜておるところでございますが、ジンクを混ぜているところですが、このようにしてあのこういう作業をあと 1,2 回繰り返すわけです。ですからもっとあのトーンを下げていくんでしたら、ジンクホワイトを入れていけばいいわけです。ですからこの作業を何回か繰り返しまして、そしてあとはあの、よく練るわけですけども、ただこの場合、顔料で練るよりかはあの水と混ぜてよく練った方が細かいものができますので、細かい顔料を、まあ、潰すことができますので、ここではあのそういうことはせずに、ちょっと私あのこれ編集ミスでパステルのところえらい長くなりました。これは先ほど言いましたあのワインブラックをこの元のジンク1イエローオーカー1のところに約 20% ほど混ぜましたものです。そうしますとあの市民機でいう B 表示のパステルができるわけです。あとはもう先ほどのジンクと同じように混ぜていくわけです。そしてこれをまあ何段階かできたものをまあこの先お見せいたしますが、まだ出てきませんが、このように1,2,3,4 5段階と分けました。そしてこれからあのパステルを練っていくわけですけども、水を混ぜて、その際例えば人工の有機系顔料の場合、その、混ぜにくい場合があります。それはあの水で混ぜますと水の比重がありものでアルコール等のその水より比重が低いものですね。それでなさいますとあの混ぜやすくなると。でこういうイエローオーカーの場合は割に問題がないんですけども、例えばアリザリンとか、
市民家でいうパーマネントとかそういう系統のものは約アルコールが 30% から、まあ、50% の水溶液ですね。ですから水が約6割で、アルコールが4割ぐらい、まあ半々でもいいですけど、そういうものでそういうアルコール数でやった方が混ぜやすいです。これは私の場合は約水が8、アルコールが2ぐらいのものでやっておりますけども、そしてこのように最初水で割く、先にこういうふうに練っていくわけです。そしてこれが大体この際一辺に水を混ぜますと、混ぜやすいことは混ぜやすいんですけども、後にジェラチン溶液を入れるときにシャボシャボになりますんで、ちょっと最初は固めに練っていただく方がいいと思います。でこのようによく練りましてから、今度はゼラチン溶液を入れるわけですけども、ゼラチンはニカワから作ったものなんで、ニカワと大体組成は一緒なものですが、料理に使うゼラチンでいいわけです。その割合は買われたそのメーカーの箱とか等に表示してありますので、それを見て作っていただくといいかと思います。これは先に水の中にゼラチンの板を入れまして、そしてこれ湯煎して溶かしておるところでございます。でこの場合あまりゼラチン溶液が濃度が濃いとパステルが硬いものになりますので、その表示してあるものよりかは少し抑えられるか、もしくはその量を少なくする、このようにゼラチン溶液を混ぜまして、またよく練っていくと、その時間は相当かかるんですけども、この時に、これ小指出しておりますが、これ、何も好きで出しておるんじゃなくて、たまたまそのパステルの粉が小指についたもので、こんなことだったんでございます。まあそれはさておきまして、そして、よく混ぜていきます。本当にこれちょっとパステルのところが時間がかかりすぎておりますが、まあ水彩パステル油彩とありますけども、その初めて作る時に関してはパステルが割に作りにくいと思います。材料が簡単なほどものは作りにくいと思いますが、そしてちょっとこれは固めですが、少しずつゼラチン溶液を混ぜていかれませんと、量を多くしますとあと元へ戻りませんので、しつこいようですけれども、このようにゆっくりと混ぜていかれることをお勧めいたします。もちろんメーカーがこのような作っているわけではなくて、やっぱり機械化しておりますけども、まあ作る方法は基本的には同じわけでございます。そして、これがまあそこそこ混ざり合いますと、今度は棒状にしていくわけです。その時に用意するものは厚手のボール紙、それとあんま厚手のボール紙さえあれば、その時にですね、ボール紙が毛羽立ったものですとそのパステルにつきますので、その際濡れ雑巾でそのボール紙をよく拭きまして、それを乾いたものを用意されますと便利かと思います。そして少しこれに水を混ぜまして、最終的に
で少し柔らかめにしませんと、そのあまり硬いものですと棒状にするときにこうひびがいきますので、混ぜるときに少し最初はこのようにペースト状に柔らかくします。そしてこれをちょっと少し時間を置いて乾かしまして、で乾かしますとこのように、まだちょっと出てはきませんが、このようにこのようなものができます。そしてこれをこの場合は下のボールガムじゃなくて、ハートボードですが、今やってる上の方がボール紙で、そしてこのボール紙に少しずつ水分を吸わしていくわけです。でこのようにこの転がすように、でまあ適当な大きさにして、回してから、これにこれをカッターで切りまして、まあ、形を整えて、まあ持ちやすいパスタにすればいいわけですけど、で、これ私が作った場合約完全に乾くまで3日ほどかかりましたが、急激に乾かしますと割れますんで、低温でゆっくり、ですが直射日光等は避けられまして、日陰でゆっくりと乾燥されますと約3日でパステルができます。これが出来上がったパステルです。そして、このように実際かけます。これはメーカーが出してるパステルです。外のケースを私が作りましたが、中身はメーカーのパステルです。このメーカーは現在色数が283色出しております。次は油絵の具の作り方です、これも顔料を使いまして、この中にサンシックレンシードオイル、それを混ぜていきます。これも最初、水彩絵の具の時に申し上げましたけども、顔料によって入れる溶剤、この場合レンシードの量が変わっていくわけです、このような例えば、これはパーマネントイエローの顔料、まあ人工の顔料なんですけども、この場合は比較的例えばカドニウムイエローとかに比べると量は比較的多くいるんですけども、イエローオーカーとかその土性顔料ですね、天然の無機顔料の場合はもっとこの油が必要となってきます。そしてまあ大体このようにおおよそ混ぜ合わせますと、これからですねマーラーを使って、水彩絵の具と同じようにマーラーを使ってよく練るわけです。ただ水彩絵の具のも場合もこの油彩絵の具を作る場合もよく、ね、練るということが大きな秘訣です。そしてこの場合私は約1時間以上練っていったわけですけども、まあ気長に練っていくわけです。ただただ言えますのは、大体リンシードを混ぜるのが普通なわけですけども、そのものによっては
テレピンを入れることができます。その場合テレピンはベネチアンターペンタインを蒸留しましたですね、バルサムテレビのがあります。これはヤニ分が少しあるんですが、技法書等によってはテレピンをそのヤニがあると問題があると書かれておりますが、それはニスに使う場合でありまして、こういう絵の具を作る場合のメジウムとしては逆にある程度そのヤニ分があった場合がいいわけです。まあその場合、例えばあるイギリスのメーカーはピークロイルというのがありまして、で私がそのパーセンテージをがその割合を出した、まあ台数で簡単に出せるんですけども、リンシードの比重とそれからテレピンの比重を比重計で測りまして、それとあとビークロイルの比重、これをから台数でだいたい割り出しますと6対4、リンシードが6でテレピンが4、これは別にリンシードだけなくてもポピーでもその他の油でもいいんですけども、こういう割合なもんですから。ただテレピンは蒸発しますもんで、使う時にですね、こういう今作ってる絵の具にテレピンを混ぜて使った方が保存する場合は、テレピンを入れずに単純にリンシードだけで練った方が、いいと思います。ただメーカーは、この練っておりました絵の具、これからチューブに詰めますけども、このようにロート状にしまして、私はチューブに詰めておくんですけども、熟成期間というのがあります。約もう3ヶ月から半年ぐらい、そうしますとよく顔料に油が回りまして、ひび割れ等が、その他書きやすいということがありますんでね。ただ私たちが作る場合はそれをすぐに使うと、そういう場合はできるだけ、純粋な材料の方がいいと思います。そして昔はこのチューブがない時は塩その皮にくるんで保存したものなんですけども、現代はチューブがございますので、チューブはホルベインとかそういうメーカーに言えば調達することができます。これからこのようにケーキを作るのと一緒のようにこのように、このような筒状のものを作りまして、でそれを利用しましてチューブの底から入れていくわけです。そして、ちょっとこのようにヘラでセンターの方へ追いやりまして、それからそれからこのように巻いていきまして、これは用意したチューブが少し大きい容量が大きいものでしたから約半分ほど切りまして、入れる容量だけ、あまり大きいチューブに入れられますと空気等が入りますし、それで今回は少量作ったもので、このチューブを半分に切りまして、そしてこのように、絵の具を保存するわけです。そんな難しい工程じゃないわけですけども、そして、後ろの方を折り曲げて留めていくという、そして使った、顔料等をラベルとして貼れば完成なわけです。もしこのようなチューブがない場合は、歯磨きのチューブをよく洗いましてですね、利用されると私のこのちょっとの解説というかナレーションがちょっと早いわけですけども、そしてこのラベルを貼りまして、で保存して使うと、先ほど言いましたようにこのチューブがない場合は
この歯磨きのチューブを代用しまして、そしてただこの場合はラミネートなものですから、先ほどのチューブのようにお尻の方を曲げて止めることはできませんので、ペンチ、まあ私の場合は今回しましたのは針器を使いまして、針器を熱くしまして約150-160度まで熱しまして、これはバーナー等で、そして、このラミネートのチューブ、かしめるわけですね。すでこれはまあビニール塩ビなんですが、中にアルミホイルが入っておりますので、まあそこそこ高いです。でも全部は溶けません。だからくれぐれもこういういたずらはなさられませんように、作ったものはこのチューブの上にラベルを貼って紛らわしくないようにされることをお勧めします。もしいたずらされるんでしたら、白の絵の具を入れた方がわからなくて、口の中に入れるまでわからないと思います。そして油抜きに関してなんですけども、油抜きは市販の絵の具でもされた方がいいと思います。と言いますのは、チューブの中で磁気栓したオイルは乾きにくいものですから、このように新聞紙の上に半紙を置いて、その上に絵の具のオイルを吸収するという方法です。新聞紙の上に直接やりますと、新聞紙の繊維とかインクが絵の具に入りますので、そして新しいメディウムで練られますと早く乾燥しますし、色も綺麗です。前にテルナの技法書でも紹介しましたが、油彩絵の具はこれだけ種類がございます。4種類、これを認識していただけるといいと思います。では今から創業年代順に画材メーカーを紹介します。1720年、シャルル・ラクレフがパリに絵の具会社を創業し、その甥のアルフォン・ルフランとジュール・ルフランの2人がその後後を継ぎ、チューブ絵の具を本格的に発売しまして、これが印象派の画家たちに愛用されてきました。1867年、ブルジョアが別に絵の具会社を創業し、1964年、ルフラン社とブルジョア社が合併し、それで現在のマーク LB が表示されてきました。そしてルフランの絵の具の特徴は、長い期間油絵の具を作っているというメーカーなので、材料の品質にあると思います。それとこれに付随している画用液が他のメーカーに比べ豊富な点でしょうか。もしこのルフランに興味のある方は、ヌーベルセンターから油彩画の技法というこのようなパンフレットが出ておりますので、お読みください。現在日本に輸入されているルフランの専門家用油彩絵の具は、品番が401シリーズになっておりまして、全色が135色、その後白が10号12号13号チューブが出ております。ルフランの絵の具のチューブを見て気がつかれると思うんですが、このように M マーク、絵の具の名称の下に M マークがついているチューブがあります。これは M 記号がついたもの同士は混色が可能ということで、この M マークに星3つ、これが品質が一番高い絵の具という表示で、その後星2つ星1つ、そういう表示をこのメーカーはしております。
1865年にベルギーの科学者ジャクエス・ブロックスが創業し、その間この絵の具はルオー・マチスが愛用した絵の具です。この本は絵画要約といいまして、このブロックスの本がもしお入りの方は京都の画仙堂の方にお問い合わせください。価格は2800円で発売しております。絵の具は56色と白4色、その後その他に画用液が現在9種類ほど輸入されております。画用液はリンシードオイル、ポピーオイル、それからスタンドオイル、ターペンタイン、ホワイトスプリット、ペインティングメディウム、それからあとはピクチャーバニッシュ、リタッチングバニッシュ等です。白は4種類ございまして、その中のミクストホワイトはシルバーホワイトとジンクホワイトの混ざったものです。ブロックスの絵の具はこのように半不透明色、これも半不透明色、このように、透明色、半透明色、不透明色と表示してあるしておりますので、使われる方にはその絵の具の透明度や不透明度の違いがお分かりになると思います。まだこの見本帳によってもその違いは知ることができると思いますが、このブロックスの油絵の具は製造手法で混ぜ物乾燥剤が入っていないということが大きな特徴です。1881年、現西ドイツのデュッセルドルフにドイツの科学者ヘルマン・シュミンケとヨゼフ・ホラダムの2人によって創業され、その間数々のパテントを入手しながら絵の具を製造してまいりました。左側がヘルマン・シュミンケで、右側がヨゼフ・ホラダム、その後ヘッセファミリーに引き継がれ、これが現社長の祖父にあたる方です。で、左側現会長、右が現社長にあたります。これは、水彩に関するパテントの証書、これは自主彩絵の具といいまして、現在世界で唯一残っている自主彩絵の具のメーカーとして有名です。先にブロックスのところでも紹介しましたように、市民機はこのように不透明色、透明色、半不透明、半透明色、
4種類の表示をしております。創業当時からこの樹脂彩絵の具を市民記者は作っていたのではなく、イタリアのムッシーニ家からこの樹脂彩絵の権利を買って、その後ドイツで製造したもので、約100年間製造し続けております。この見本帳に見られるように最初一番上がオリジナルの絵の具で、その後約 15% のチタニウムを混ざったもの、そして最後が、オリジナルの色を画用液で薄めたものです。でルフランの絵の具でも紹介しましたが、このように星マークが多いほど品質が高いという表示で、バツマークがありますのは健康上注意しろということです。なおこの樹脂彩絵の具は今まで紹介しました油絵の具の中に樹脂、例えばベネチアンターペンタイン等を混入して作るものではなく、処方箋中に樹脂彩絵の具として作られておりますので、油絵の具の中には入っておりますが、普通の油絵の具とは違うということを知っていただきたいと思います。この樹脂彩絵の具の、あとターレスの絵の具に関しても紹介しますが、市民家の場合は100番台が白、200番台がイエロー、300番台がレッド、400番台がブルー、500番台がグリーン、600番台がブラウン、700番台がブラックと、そういう表示がしてありますので、ここに聞き慣れないラズールオキサイドゲルプって書いてありますが、このラズールというのは英語でいうグレージングのことで、混合技法などの際使うラズールという技法があるんですが、その際使う絵の具として開発されました。このブラウンピンクはカマユの技法に使用すると便利な絵の具です。1899年オランダアーペルドルンのマーチン・ターレンスによってこのターレンスは創業され、また1949年オランダユリアナ女王より世紀にわたる絵画史に尽くした功績によりロイヤル王号を授与されました。これはレンブラントの専門家用油絵の具で、色数は121色、それと5種類の白が発売されております。
市民家でも紹介した通り、タラスでも200番台は黄色、300番台は赤、そういう前に100番台 のところに色表示がありますので、買われるときそれを参考にして購入されるといいと思います。それからこのメーカーも品番下に不透明、この場合はセミトランスペアレントになっておりますが、これはセミオペーク、そのように、透明性不透明性ということを分かるように記入してありますので、これも参考にされるといいと思います。それからこのメーカーもやはりルフランでいう、星マーク、それが十字の表示によって、耐久性等を表示してありますので、それも参考に されるといいと思います。ラファエル社は1793年パリで創業した現在世界最大の画筆メーカーです。これから簡単に筆の製造過程を説明しますと、最初に動物の尾より毛を取り出す作業、その毛の綿毛を取る作業です。振動機で毛を整える作業に入り、その後前の作業で集めた毛を結びつけまして、筆の軸に入れる作業、これは口金に留めるために接着剤を入れております。そして軸を口金に簡単につけて、これはかしめております。そしてその後メーカーの刻印等をスタンピングしており、その後最終的な筆のチェック、そして筆の毛をこのように整えております。これは筆の型の種類なんですが、型はラウンド、スクエアエッジ、ポインティッド、エクストラロングラウンド、フラットロング、フラット、ブライト、フィルバート、アーモンド、スラント、ファン、ドーム。あと毛質についてですが、豚と、あとコリンスキー、赤点、牛、キーテン、猫、アナグマ、ヤギ、これが油彩筆でして、水彩筆はコリンスキー、赤点、リス、リスでもカンザスリス、ブルーリス、ツールーキーリス、カナダリス、カラトポニー、このようなものが使われております。なおこの私のビデオは詳しい説明はないので、直接ラファエルの輸入元のマルゼンビーチ商事に筆に関しては問い合わせてください。ではこれから各種の筆の毛質と型を説明していきたいと思います。
ブラシの毛質はブタです。同じくファンブラシの毛質はアナグマ。ラウンドでソ連製のリス。フィルバートで毛質はブタ。これフラット毛質はブタ。ラウンド毛質はブタ。ロングラウンド毛質はコリンスキー。エクストラロングラウンド毛質はコリンスキー。ラウンド毛質はキーテン。フィルバート毛質はポーランド産猫。ラウンドで毛質は牛。フィルバート毛質はコリンスキー。ラウンド毛質はコリンスキー。ロングラウンドコリンスキー。ラウンドとフィルバートコリンスキー。フィルバートアナグマ。フィルバートコリンスキー。フラットとフィルバート毛質はキーテン。フィルバートで毛質はバーミー。フラットコリンスキー。ショートラウンドでコリンスキー。ラウンドコリンスキー。ラウンドコリンスキー。ラウンドマングース。ラウンドポニー。この筆は破管といい、最も古い口金の形式で、大きい穂にはガチョウ、白鳥、小さい穂にはヒバリなどの鳥の破管を使用しています。これはステンドグラスに使う破管で、この径はマングース、リスなど、そしてこのハンドルをこの破管につけて使用いたします。これはリングブラッシュ、叩いて使用します。先ほど紹介した破管に、ハンドルがついております。この破管はナイロン製で、毛はリスを使用しております。形の形式はドームで、毛はリスを使用しています。これは金属製の筒に、筆をしまい込む携帯用の水彩筆で、ラウンドコリンスキーです。これはポイント、毛質はコリンスキー。フラット猫、水彩筆ポケットサイズ、赤点リス。この筆は一度絵の具を補充すると、長時間長い線を引くことができます。これからハケの部門に入ります。これはイギリス製のハケというか、ブラシというか、わからないんですが、今持っていますこのハンドルの部分を取り外しまして、棒状のハンドルに取り替えることができます。このブラシはどういう用途に使われるのか、私自身ちょっとわからないんですけども、まあ詳しく知ってられたら逆にお教え願います。画材屋としては恥ずかしいのですが。そしてこれから少しずつブラシについて説明していきますが、これはブタ毛でよく使われている、ペンキ屋さんでも使っているハケなんですが、このようにその口金の方にサイズが明記してあります。この場合、幅のサイズ、これ40ミリですね。これは軸が長い、ハンドルが長いもので、力が相当入るようにしてあります。これはサイズが20ミリ、そして先ほどと同じようにハンドルが長いものです。これはその口金を故意に曲げてあるものですが、用途は絵画に使うものではなくて、まあ絵画でも使えますでしょうけども、絵画用にでも、まあコーナーに塗るときこういうものを使うと便利だと思います。これはフィルバート状のハケになっております。同じ平刷毛でもこのようにフラットなんですけども、その口金自体が
オーバルになっています。このようにこれはリングブラッシュといって、壁画用に使われるといいと思いますが、別に壁画に限られたものじゃないんですけども、同じリングブラッシュでも先端がフラットになっていますので、叩いて絵の具を塗る、そうすることでムラなく塗ることができまして、混合技法を描かれる方がこの種の筆を使っています。だいたい今まで、見ていただいたようにハケは豚毛が多いんですが、その他に、あと牛の毛で作られたものもあります。このようにだいたいハケ類はヒラーバケとあと丸バケに、2種類分かれるかと思うのですが、これからギルディングにするためにそれに合った基底材を作っていきます。地塗り材ですか、ボロニア石膏8に対して2化水10、私はこの割合で、ただ、言っていきたいことがありますが、ボロニア石膏の中に2化水を入れるのではなくて、ボロニア石膏の方へ2化水を入れられて、ですから私のやり方はちょっと間違っておりまして、そのことだけはちょっと付け加えておきます。このように混ざりましたボロニア石膏をまず縦方向から塗りまして、そして乾燥さして、これが乾いて、そしてまたこの場合現在3回目ですが、2回目は横方向を塗っております。そして5、6回この作業を繰り返しまして、2、3日放置しまして乾燥したものがこれ、それからこのように鉄板で磨いておりますが、これは今出ましたテロップのようにエッジをつけまして、そのエッジで削りをしております。そして、端がこのように出ましたのはカンナで仕上げればきれいに仕上がります。ギルディングするためには一度作品をトレーシングペーパーに輪郭をこのように描きます。そしてそれから先ほどのボローニャ石膏の字にこのように写し取ります。これはハクシタトノコといい、別名アシェットと言っています。このアシェット、ドイツではポリメントロットと言ってますが、これに約2化水 3% のもの、本当に薄い2化水をこのように混ぜまして、この濃度はだいたい牛乳の濃さぐらい、そして先ほど輪郭
書きました。このように、箔を貼る箇所だけ、この箔下塗布を塗っていきます。そしてだいたい塗れ終わりましてから一度乾燥しておきます。箔を貼るために箔を金箔を切ったりするための箔下が台がどうしてもいるんですが、もしご自分で作られでしたらこの方がいいと思うんです。これはカバンが入ったケースなんですが、このケースはフェルトでできておりますので、このフェルトを私は利用しております。でこのフェルトを箔下台の大きさにまず切りまして、でこれは両面テープでそのフェルトを貼り合わせるわけですけども、こうした方がずれないので、いいかと思います。そしてフェルトをこのように貼りまして、そして今上の方に見えておりますのが革なんですが、一番いいのは鹿革なんですが、ない場合はこれは合成皮革を、利用しております。裁縫店と行かればメーター売りしておりますが、でこれはその場合バックスキンタイプのものを購入していただいて、してサイドの方にも両面テープを貼り、仮止めをしておきます。そしてこのようなテープ、両継ぎの釘、両釘で金足で打って止めていきます。このところへ、金箔を切るためのナイフを入れます。そしてこのように金足でダクスを止めて、これで最後になりまして、そして、余分なところハサミで切っておきます。箔台の上に乗っておりますのが箔を切るためのナイフと箔針用のハケ、そして白い四角いものが金箔、これは目の棒と目の先端についたコンパスですが、目の棒の種類はおおよそこのメーカーは50種類ほど出しております。この目の棒は現在ヌーベルセンターが取り扱っておりますので、直接もしお入りような方はお問い合わせください。この目の棒は箔針だけではなく、例えば本の製本とか、あと細密画を描くために規定を磨いたり、まあいろいろな用途がありますので、箔に限られた用途だけではございません。金箔を箔台に乗せますが、この時箔がこのように平らになってない、平均になってないんで、そして息を吹きかけましてこのように整います。そしてその後箔切りナイフでこのように切っておきます。切った金箔をギルディングするところに置くためには箔針用のハケにこの金箔で金箔をつけるわけですが、その場合私は湿ったスポンジに箔針ハケをつけまして、そして金箔をつけます。これはアシェットが乾いてから今度水ばけで水を濡らして、そしてその濡れた水の表面張力を利用して金箔を貼るわけです。このようにトレーシングペーパーを置きますと貼れてない部分が目で確かめることができます。完全に乾いてから目の方で磨くんですが、このように乾いたところと濡れたところの音の違いを利用しているわけです。今叩いておりましたのは
直接コンパスを置きますと傷がいきますので、このように紙を置いて、それから中心線を決めて、このようにコンパスで気書きをしておきます。これは後輪を描くためにする作業なんですが、それからこれは余計な作業ですけれども、余分な金箔を取っております。そしてこれから先のとんがった目の棒を利用して、中心線よりこのように線引きをして毛書きをしておきます。そうしますとこのように後輪が出来上がります。刻印を打つために、これは私使っているタイプの活字なんですけども、この活字を利用してこのようにリング状の刻印を打っております。もし特別な形がいる場合は、このような凸版の製版作ればいいです。これは少し丸い目の棒でこのように一つずつ押しております。またとんがった目の棒をこのようなこのような利用方法もあります。これからテンペラのエマルジョンを作りますが、これはイタリア式でして、卵の黄身1個に対しておよそスプーン1杯のワインビネガー、ワイン酢を混ぜるだけの簡単なメジウムの作り方です。およそ大さじ1杯は 10cc ですが、そしてこのようにこれは黄身だけを利用する簡単な方法です。そしてこの顔料をこの今作りましたエマルジョンと混ぜるわけですが、そして少し、先に水を混ぜまして、顔料に混ぜまして、そしてそこにエマルジョンをこのように混ぜておきます。今金属製のペンチクナイフで混ぜていますが、酢が入っておりますので酸化しやすいので、プラスチック等のナイフの方がいいです。そして、筆につけまして、そしてこのように塗っておきます。この顔料はカドニウムレッドなので比較的簡単に塗ることができます。この牛タンは表面活性剤で、金箔の上にテンペラを描く場合、跳ねる場合がありますので、この牛タンをオックスギャルを塗って、その上に、今描いているようにテンペラで着色していくわけです。このように細かい作業なものですから、このような細い、セーブルの筆を利用します。これはミクションと言いまして、今からミッショーネの技法に入りますが、これはテンペラ等で描いた上に、このミクションを塗りまして、そしてこれが約12時間、これは12時間タイプなんですけども、12時間経ちましてからそれが乾いてからこの金箔を置きまして、そして、いわゆる接着するだけなんですが、そして、このように定着させて、押さえまして、それから少し固めのこのような、ブラシ、くた毛のブラシでこのように取っておきます。そうしますとこのように切り金ができますね。これはブロンズメディウムと言いまして、金礼、本当は銅の粉なんですけど、それを混ぜまして、先ほどのミッションネの技法は金箔を貼りましたが、これはこのように顔料と同じようにこのように描く方法なんです。そしてこれはラウニーが出しているゴールドフィンガー、これは額等に使っておりますが、このゴールドフィンガーにこのブロンズメディウムを混ぜて描くことも可能です。ただこの場合時間が経ちますと本当の金でないために酸化しますので、その上に保護バリッシュを塗る必要があります。その場合はトラズレシーラー、
イギリスから出ておりますが、このようなトラズラシーラを塗れば酸化が防げます。これからテンペラのエマルジョンを作りますが、このタイプは樹脂とリンシードが混ざったエマルジョンです。先にダマを作るにはこのように、ガーゼの上にそれより細かいナイロンのメッシュを置きまして、直接ダマ樹脂がジャマー樹脂の中に不純物が入っておりますので、ガーゼでは抜けますので、そしてそのためにナイロンの細かいメッシュを避けて、ガーゼの上に引いております。そしてこのように結びつけまして、で、カラビンの中にこれを入れまして、そしてあとはテレピンを入れるわけです。この割合はダマー100、テレピン200、1対2の割合です。これはエマルジョン等を作るためのダマーバニッシュでして、ニス用のダマーバニッシュは大体3対1の割合です。そしてこれが2、3ヶ月しますと溶けまして、このようなダマーバニッシュが仕上がります。で、これはリンシードオイル、これはスタンドオイル、これは割合はダマーバニッシュが 50%、 リンシードオイルが 30%、 スタンドオイルが 20%。 これはあくまでも私の手法でございまして、技法書のものとは違っております。そして、イタリアの場合はイタリア式の場合は黄身だけでしたが、この場合黄身と白身を使います。このように黄身を手のひらに乗せまして、でそして皮の部分を皮の場あこのように皮の部分を持ちまして、中の黄身だけをこのように取り出します。そして、先ほどの、混ざり合いましたオイルとタマーのものを少しずつこのように、泡立て器で混ぜていきます。そうしますとマヨネーズのようなものができますが、量はですね、卵、白身と黄身の合わさったものの約1/2ですから、60cc の卵でしたら約 30cc まで混ぜることができます。そして残りました白身を入れます。一度に入れますとこのようになりますので、少しずつ、本来は少しずつ入れられた方が、そしてこのように少し出まっておりますが、時間が経つにしれ経つことによってさらっとしてまいりますので、混ぜ上がりましてから何でしたらラッピングしまして1時間置かれますと、さらっとしたエマルジョンが出ます。そして、空瓶に約卵1個でこの 75cc 入りの空瓶ですね、これに収まることができます。そして約うまくいけば1年ぐらいこのまま保存が効きます。これは顕微鏡で今作りましたエマルジョンをどのようなものか見るものなんですが、このエマルジョンは OW 型、つまりオイルインウォーターというものなんですが、つまり水の中に油が浮遊しているというものです。このように水の中にオイルが浮遊しておるのが分かると思いますが、できるだけこの粒が小さいほどいいわけですが、これは乾燥したものです。これはベネチアンターペンタインですが、
ベネチアンターペンタインを先ほどの3種混ざったダマ、リンシード、スタンドオイルの代わりに、混ぜることもできます。これは防腐剤として使っている鳥獣なんですけども、約、この瓶の中に 1cc ほど混ぜて、防腐剤としての役割を果たすことができます。ただし私の場合はまず入れることがないんですよ。これは顔料をですね、このような、小さい瓶に入れまして、そして、水を先に加えておきますと使う段にですね、便利と、まあ、これは私がやっている方法なんですけども、これはチタニウムホワイトに白を入れておるんですが、このように、チタニウム、これはよく混ざり合うことができます。ところが次がこのようなアリザリンバダーですね、こういう軽い顔料は水とこのように混ぜにくいものですから、比重の少ない低いアルコール水を混ぜますと、たやすく混ぜることができます。その時のその場合、約アルコール水をアルコール水の2倍から3倍の水で割られるといいと思います。これは比重の重い水の方にアルコールがいっていることがお分かりになると思います。このように、前もって先に水とか水およびアルコール水で混ぜておきますと使う台便利かと思いますが、で使わない場合はこのようにバッグの蓋をしておきます。そして使うときに、このようにラベルを貼られますと分かりやすいかと思いますが、先ほど作りましたエマルジョンとこの顔料と混ぜます。そしてあとこのようにペンチングナイフで混ぜておきます。そして、この後少し水を加えまして濡れる、描くことができます。ただ顔料によって水の量とエマルジョンの量が違うわけで、これは数を当たっていただければ分かると思うんですが、例えば土性顔料は多くエマルジョンと水が必要とします。これから左の樹脂油彩絵具と右の画紙と混ぜるんですが、水性と油性がどうして混ざるかといいますと、こうつなぎに先ほどのエマルジョンをですね、乳剤をつなぎ剤として混ぜることによって、乳化した絵の具を作ることができます。この絵の具の特徴は乾燥が早く、例えば油彩絵の具でしたら白のだけでしたらイエローイング黄ばんだりしますが、これは黄ばわないのが大きな特徴です。でこれは古くからこういう技法というかやり方がありまして、イタリアではよく使われたものです。これは市販の油性キャンバスの上に塗っておりますが、このように弾けなくて比較的きれいに、そして約 5,6 分で描くことができます。これは水で洗うこともできますし、この絵の具は水で洗うこともできますし、この場合テレピンで薄めることもできます。ただしエマルジョンが樹脂系油性でないとできませんが、これは市販のガッシュに、これはエッグテンペラのメジウムというか、このメーカー出しておりまして、このエマルジョンを市販のガッシュに混ぜることによってテンペラ絵の具が作ることができます。ただ少しですね、ご覧と分かるように油性分が多いんで、
やはりご自分で作られたエマルジョンの方がいいものはできますが、まあズボラな方はこういうやり方もいいと思います。それからこれは普通のガッシュに同じようにエッグエマルジョンのメジウムを混ぜるんですが、この方が少し油性分が多いということがお分かりになると思うんですが、イギリスのラウニュー社ではすでに出来上がった絵の具を製品化しています。エッグテンペラ、色数は25色と白が 3種類です。なお輸入元に在庫が一部不足しておりましたので、全色ここで紹介することができませんでした。これはアイボリーブラックの樹脂油彩絵の具ですが、このアイボリーブラックに専用の画用液を混ぜまして、これはナンバー3のメジウムで乾燥が一番早いものなんですが、そしてこの樹脂油彩絵の具の上にテンペラ絵の具をのせるという実験なんですが、テンペラは完全に乾いていない油彩絵の具の上に塗ることができます。このように今時間が出ておりますが、約15分後に、白のテンペラで核実験でございます。このように、藍に描くことができます。スイスの画材メーカーラスコは品質の高いアクリル絵の具等を作っております。アクリル絵の具は広く出回っておりますが、このアクリル絵の具は混合技法、などに使われることが多く、またアクリル絵の具の特徴利点を多く持っております。テンペラ画といえばアンドリュー・ワイエスの作品を想像される方もいらっしゃるでしょう。1988年にヘルガシリーズが発表されました。その時の作品がこのビデオで見ることができます。ただ残念ながら著作権の関係でお見せすることができません。その代わり小野寺さんの話をお聞かせいたします。インプリミトゥーガというね、インプリミトゥーガという言葉がよく出てきますね。インプリミトゥーガはその下のベースを染めるんです。普通の印象の絵の場合は白い、どんな色でもいいですけども、茶色は一番どんな色でも合うんですね。そしてゴールドに近いんですね。ゴールドに、昔もゴールド使ったでしょ、下は。ですからその上に今度始まるのテンペラで絵を描くんですね。テンペラは後で作り、もし誰か興味あったら作ってあげるけど、顔料ね、
このエモジョンで混ぜて絵の具あの天ぷらになりますね。まだできてないんですね。本当全体的に白く描くんですよね。ウェールみたいな感じ。もう影のところも天ぷら入れるんですよね。だから面白いでしょ。最初白いでしょ。そして茶色でしょ。そしてまた白く描くの、ね。そして雰囲気が出るんですね。この人はこの生徒なんですね。彼はもうモデルそのままに置いて描いたんですね。それやったら、今度絵の具をブラウンピンクという絵の具があるんです。茶色っぽい。ゴールみたいな色をね、全体的を塗るんですね、こういう意味。ちょっと難しいですね。天ぷらですよね。その上に油塗るんです、全部。薄く。その油塗るときはね、今度こういうふうにじゃなくて、ラズールという、ラズール。ラズ発音いい？ラズール。ラズール。ということに載せるんですね。ラズールという意味はね、油を薄く、ほんと薄くのせるんですね。こういう筆でシュ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 ってのせるの。それ手で叩いたり、こういう筆で叩くんですね。ほんと薄い感じね。こういう雰囲気になるんですね。ね、こういう感じにするの、油で。これ油なんですね、色は。で、これ出てくるんですよね。こういう感じなんですね。油、天ぷらと油なんです。だから油は薄いんですね。下の天ぷらは絵なんですね。だから水彩の線と油の線、油の色を両方使うんですね。さあ、これできたらまたハイライトに天ぷら入れる。例えばこの分だとこの分だと。そしてもっとできてるんですね。丸くなる。本当のリアリズムが欲しいからね。山でも風景でもどこでもやっぱりそこまでが、今3年からもあのサンプルがないけど、1回目の天ぷらと2回目の天ぷらなんですね。そこまでがやれば絵はできてるんですね。もう天ぷら入れれば絵はできちゃうんですね。完全にできてるの。あとは直すことできないのね。そうすごく難しいなのね。あとでまあいいだろう、あとで直しますと。それじゃできないですね。絵は自身がした絵は大事なんですね。それはヨーロッパの考え方なの。あの印象派の絵でもレノアだって下絵を描きましたですね。こういうふうにじゃないけど、ヨーロッパの考え方は必ず下絵をあって上に色をのせるんですね。その辺はちょっと違うですね。日本の場合は印象派の絵、印象派的な絵を見ればどこが違うかどうかね。あのさっきの話しましたでしょ。人間みたいに骨があって筋肉があって肌があっていろいろ深みがあるんですね。そして私たち絵を見るとレフレクションで見るのね、反射で見るんですよね。反射で絵を見るから、金剛業の場合はそのライトが深みに入るんですね。中に出てくるからいろいろ色に見るんですね。印象派の場合は、棚の油絵の場合はぶつかって出てくるわけですから、いろいろ影に色が入れないとダメなんですね。例えばこの辺に赤色だから、隣にこの影に赤い色入れるんですよね。そういうふうに習いますよ、みんなね。広告用の場合は影が自然でできるんですね。いつも明るいところを描くでしょ。ラズをつけるでしょ。だから影には色ないの。よく古い絵を見てください。これから美術館行ったらね、影が色ないのね。自然でできてるの。この辺で影を見るんですよね。ここにはただのライトだから、あのいろいろ色を使えないと、あの面白くないんですね、絵は。だから影の中に、例えば誰か赤い帽子かぶって影があって、その赤い色が入ってるんですね。ポイントリズムみたいなね、いろいろ色で入って印象派の絵なんですね。小麦は違う。小麦は下から育ってるから、色は下から育ってるんですね。だから後で、ああ私この辺にね、あの赤い色欲しいだとできないんですよね。私が画材店を開いて以来付き合っています画家牛島義弘氏の金剛技法の作品をここで紹介いたします。